お疲れ様です。今回はですね、ウィル・オスプレイの、契約問題、あと半年で切れる問題、対談疑惑うんぬんに関してですね、僕の見解を正直にお話ししていこうかなというふうに思います。まあ、ことの経緯とかうんぬんとかっていうのはもう、すでに皆さんはもう把握済みだろうっていうふうな体で話していくんですけど、AEW の調印式で新日本プロレスとの契約があと半年で切れるんだぜっていうふうな、オスプレイがコメント出してて、それで、まあ、この対談疑惑うんぬんが今いろんな界隈で、話題になってるっていうふうな、そんな感じですね。はい。それではですね、今回のこの発言もろもろ等を含めてですね、オスプレイが来年新日本プロレスに残るか、それとも退団してしまうのか、この確率で言うとですね、僕の感覚だと残留が 6.5、 退団が 3.5、 こんな感じの割合なので、僕の感覚だとオスプレイはそのまままだ、新日本とは残るんじゃないかなっていう方が、僕の見方としてはやっぱ強いです。まあ、これは僕の願望も込みなんですけれども、まあ、オスプレイが多分残るであろうなと思う根拠をちょっと僕の中でいくつか、あるので、その辺をちょっとピックアップしていこうかなというふうに思います。はい、まず1個目の残留する根拠、その1個目が、今この契約が切れるとか何度かって言ってるのは、これはただの我々ファンに対する煽りなんじゃないかなっていう風に思ってるんですよね。実際もう新日本プロレスとはもう残留するのがもうほぼほぼもう濃厚になってて、もう決まってるからこそこういう風な明確な煽りっていうのをどんどんやってってるんじゃないのかなっていう風に思いますね。この感覚と被るのが、やっぱり2018年の時のケニーオメガが来年退団するかもっていう風な、そういう煽りを受けてた時とすごくリンクするんですよ。だからあの時のオマージュじゃないですけども、まあそれに近いような、来年オスプレイがいなくなるのかどうなのかっていう、そのハラハラドキドキ感、そういうのを、まあ、提供するっていう目的もあって、あえてこういう風な煽りをしてるんじゃないのかなっていう風な僕の見方が一つですね。ちなみにその昔のケニーオメガの時は、その対談するかもしれないっていう、そのいろんなところでの、まあ、ケニーのコメントであったりとか、いろんなところでのそういう情報が、割と本当に対談するかもっていう、ちょっと悲壮感的なインタビューとかコメントとか、そういうのが非常に目立っていたんですけども、ただ今回のオスプレイに関しては、その対談をするかも的な、なんかそういう悲壮感的な部分が、ほとんど感じられないっていうところも、これはそのケニーオメガの時と比較した時に、オスプレイの対談っていうのは、今回はないんじゃないのかなと思う要因の一個が、まあこの、現時点でのこの悲壮感とか、そういうところを含めた上での、まあ僕の見解って感じですね。はい、続いて二つ目の残留する根拠。実はオスプレイって、新日本プロレス内で、やり尽くしたように見えるかもしれないんですけども、実際はまだまだやる課題って残ってるのかなっていうところが正直僕が思います。主にまず G1 クライマックスの優勝、あとは IWGP 世界王者としての、まあ団体のトップとしての活躍ってところですね。一応2021年に IWGP 取りましたけれども、あれはこれからオスプレイのストーリーが始まる前にすぐ怪我で返上してしまったので、僕の中ではあれはまあ体感歴っていうところには入ってますけども、僕の中では正直、あれはちょっとカウントには入ってないっちゃ入ってないっていう風な、そんな見方なんですよね。オスプレイのそのベルト体感歴だけで見ると IWGP 世界も取ってるし、まあ US も取ったりで、タイトル歴だけで見ると結構な実績は十分ぐらいは取ってるんですけれども、ただ現状のオスプレイのポジションって僕の中ではあくまでナンバー2とかナンバー3とか、
まだそんぐらいのポジションなんですよね。あくまで新日本プロレスのトップは岡田和親、まあその次に内藤哲也、うん、でその次にオスプレイが来るぐらいな、そんな感じなんで、確実にオスプレイが中心っていうわけではないかなっていうのが正直なところですね。だからこそここ何年は US っていう新日本プロレスのまあナンバー2ポジションのベルトで収まってるっていうのが、まあそれが現実かなというふうなところなんで、そのタイトル歴だけで見るとやり尽くしたようには見えますが、実際はまだまだやり尽くしたとは言えないかなというふうなところなので、この課題を残したままでここで去ってしまうのかっていう、そこの疑問があるので、まあまだ残るんじゃないのかなというふうな感じは正直思ってます。はい、というわけでですね、まあちょっとそこに付随してですね、今日、ツイッターでとある方の、出されているちょっと記事を読みましてですね、ロッキー・ロメロが、オスプレイの今後とオスプレイに関してのですね、ちょっとインタビューで、まあ、オスプレイの現状とか、そういうものをですね、ちょっと語ってる、インタビューがありましたのでですね、ちょっとこれをちょっと読ませていただこうかなというふうに思うんですけども、ロッキー・ロメロのインタビュー、一部なんですけども、オスプレイが今後数年も新日本プロレスと一緒に仕事を続けてくれるなら、それがオスプレイの目指すべき場所だと思う。彼はケニーが達成したことを目指し、その上でケニーの成果を超えることが求められる。なぜなら、ケニーが IWGP ヘビー級王座を手にした時も、彼の王座政権はあまり長くなく、新日本はまだ岡田をメインの男として持っていったからだ。だからまずは岡田、次にケニーって感じだった。だからオスプレイは新日本が国際的に活躍するために必要な存在になれると思うんだ。日本、アメリカ、ヨーロッパ、どこでもね。彼は新日本の顔として世界的に活躍できるはずだ。岡田が顔だったり、内藤が顔だったりするのとは明らかに違う魅力があるからね。と、ロッキーが、インタビューで語っておりました。はい、というわけで、このロッキーのですね、このインタビューの、ね、発言とかを見る限りですね、やっぱりこのタイミングで、なんかこういうふうな、こう、明確的なそういうビジョンとかを語ってるっていうところも、ある程度その残留するっていう、そこの話が決まってなければ、ここまでこう具体的なビジョンとかを今この場でわざわざ語るかなっていう風な感じに思うんで、今この場でこれだけの具体的なビジョンをある程度話せるってことは、ある程度もう新日本と残留するのを決まってんじゃないのかなという風に、思ってしまいましたね。改めて、このロッキーの発言を聞いてですね、まあ、まさしく僕が、オスプレイが残留した後に求めるビジョンをそのまま語ってくれてるかなというふうに思ってですね。僕の感覚、僕の頭の中だとオスプレイは、これから先、新日本に残って、本当に新日本プロレスの顔ですね。ナンバー2のポジションじゃなくて、ナンバー1のポジションとして、本当にポスターのど真ん中。やっぱそこの位置にオスプレイは、来年以降来るんじゃないのかなというふうに思います。そしてオスプレイが新日本のど真ん中になって、そこから活躍するのは日本だけじゃなくて、それこそ、いろんな国ですね、アメリカ、ヨーロッパ、イギリスであったりとか、その IWGP 世界王者が、いろんな国に行って活躍して、そこでこう新日本プロレスっていうものをどんどん広げていくという、まあ本当に国際的に活躍していく新日本プロレスのエースっていう、ポジションになっていくんじゃないのかなと僕は思ってます。オスプレイがトップになるんだったら、やっぱり他の日本人とは違うようなそういう活躍っていうのを僕は期待しているので、まさしくこのロッキーのね、インタビューで言ってるような、本当に世界、日本だけじゃなくて、世界中で活躍する、真のトップっていう風なところに僕はなってほしいかなという風に思ってます。これは多分新日本プロレスが昔望んでたのはケニー・オメガに、この役割を担ってほしいかなという風に思ってたとは思うんですけれども、ケニー・オメガの
IWGP 選手権って1年未満ですぐ終わってしまってですね、ケニーの物語がこれからどう進むのかっていう、そんなワクワクしてる矢先にもう AEW の方に行ってしまったので、なのでまあこれこそまさしくケニーオメガが成し遂げられなかった、成し遂げる前に、終わってしまったこの役割っていうのを引き継げるのは、これはもうオスプレイしかいないだろうというふうに思うので、ぜひですね、オスプレイは、新日本プロレスの顔として、世界的に活躍する、レスラーになってほしいかなというふうに思います。やっぱりこれこそが、ケニーオメガを超えるっていう、あの位置づけになる、まあ一歩かなというふうに思うのでですね、まあちょっとこの展開は僕の希望でもありますが、非常に楽しみですね。はい、というわけで、以上を踏まえましてですね、まあオスプレイは僕の中では来年以降もそのまま継続するかなというふうな見方ですね。おそらくどうなんだろうな、契約するんだったら2年か3年契約ぐらいかなっていうふうに思ったりしてますね。まあ実際どうなのかわかんないですけども、おそらく来年の2024年、そこの年っていうのは内藤選手が IWGP チャンピオンとして内藤選手が主役の年になると思うんですよ。で、来年の G1 でオスプレイが優勝して、その翌年の要は再来年のドームでオスプレイないと、でそこでオスプレイがチャンピオンになって、2025年からオスプレイの、新日本プロレスのトップとしての活躍が本格的に、始動するんではないのかなというふうに思うので、なので最低でもまあ2年契約、あわよくばまあ3年契約ぐらいなのかなっていうふうな感じですね。まあ僕の、希望するプランのだけの話なんで、まあ実際どうなのかわかんないんですけども、まあオスプレイが残るんであればこういう感じなのかなっていう風なのが、僕の勝手な考えです。はい、でまあまたさらに僕の欲張りセットで僕的な願望をもう一個出すと、今プロレス界で、課題となっている、今の段階だとそこまでの大きい課題ではないかもしれないんですけども、いずれ大きな課題となってくる岡田和親の次の後継者問題ですね。ここの問題っていうのは、僕は岡田和親の次の後継者はオスプレイでいいんじゃないのかなっていう風な、考えもあるっていうのが正直なところなんですよね。正直今の岡田和親選手の次の後継者って言われても、正直今のその令和三重士、辻、海野、成田、あとは、まあまだ凱旋してないですけど、上村選手であったりとか、まだヤングライオンの、まあ、藤田選手、あと大岩選手とか、まあ若い選手はいっぱいいるんですけども、ただ、岡田和親の次はこの選手だなって、その今の日本人の選手の中で、僕の中ではもうパッて出てこないんですよ。岡田和親と同等のクオリティっすよね。そこと並べられる選手って、僕は出てこないんですよ。そう考えた時に、やっぱり岡田和親の次の後継者にふさわしいのって、今の段階だったらやっぱりオスプレイじゃないかなって、そう思ってるのが僕の正直なところですね。まあもちろんオスプレイがそうなるには、ね、これから新日本と何年契約するかとか、あとはオスプレイはどうしても怪我のリスクが高い選手なんで、まあそういうところの難しさってあるとは思うんですけれども、今の岡田和親のような、まあルックスが良くて、体格良くて、試合内容も素晴らしく良くて、オーラもあって、ここのエース枠を次に引き継げるのって、そう簡単なことではないと思うので、なのでそこを引き継げられるのは、僕の中ではやっぱ今の段階だったらオスプレイしか出てこないんですよね。まあオスプレイが次の後継者であれば、誰しもが文句ないと思いますし、確実に、その間は新日本プロレスは、確実に僕は安泰だと思ってるんで。まあこれは実際岡田選手も昔のインタビューとかで自身の後継者としてオスプレイの名前を挙げてますし、オスプレイがいれば新日本は安泰だっていうのも、まあ岡田選手が実際コメントをしているので、まあこのコメントは2、3年くらい前の記事だったと思うんですけども、
まあ、ようやく時を得て、その岡田選手の発言っていうものは、うん、まあ、現実味を帯びてきてるし、まあ、それだけの説得力が、うん、今のオスプレイには伴ってきたかなっていうのを僕は感じてるので、まあ、岡田和親の後継者としてオスプレイに引き継いで、でそのオスプレイから、海の成田、辻、上村とか、うん。岡田から一気に海の世代じゃなくて、岡田オスプレイ、海の世代っていう風な、うん、こんな感じで進んでいくのも、まあそれはそれで面白いのかなっていうのが僕の見方ですね。まあなので僕の希望としては、オスプレイはそのまま残留してもらって、オスプレイの、新日本プロレスの、トップの、ストーリーが始まり、まあ最終的には岡田和親の後継者ぐらいまで、うん、行ってほしいかなっていう風なところが、僕の見解です。というか僕の願望ですけどもね。はい。で、まあいろいろ喋ってきましたけども、もちろん、あの対談する可能性っていうのも結構フラグが、結構、うん、高まってきてるっていうか、高まってきてるんですけども、やっぱここ最近で、ケニー・オメガ戦であったり、岡田越えであったり、G1 の内藤戦、あとは、次のジェリコ戦とか、あとは、イギリス母国で行う、もうライバル高木慎吾との一戦、で、憧れの丸藤戦っていう感じで、まあ、ここ1年で一気にこう、詰め込んでる感はあるので、まあ、ここの詰め込みパックっていうのは、もしかしたらその新日本プロレスで活躍する最後の1年で、うん、全部やれることはやっておきたいっていう、うん、そういう意図もあって、こんだけ詰め込んできたのかなっていう見方はあるんですけれども、まあ、ここ踏まえても、まあ、ここ詰め込んだっていうのも、まあ、離脱する可能性でもありますし、まあ、見方を変えると、こんだけ詰め込んだのも離脱するかもよっていう煽りの一個なんじゃないのかなっていう、感じもあるので、まあ、どっちとも取れる見方ですね。はい。はい。というわけで、結局今回のがね、何を言いたかったっていうと、新日本プロレスがこれから世界に目を向けていくんであれば、確実にオスプレイの存在っていうのは必要不可欠だと思うんだよな。もう対世界っていう風なところで勝負していくんであれば、サナダ対イービルの IWGP 戦のメインイベントとかっていう、一体それはどこに対しての需要を求めてるんだろうな、なんて思うような対戦カードで遊んでる場合じゃないと思うんだけどな。ってこと。